今回は、マツダの小型ミニバン、プレマシーに乗りました。今年になってから、マツダは、3列シートの SUV を国内市場に投入することを予告しており、現在、ビアンテを含む、マツダのミニバンは、姿を消すのではないかと予想されています。かつては、ミニバン離れしているとも評価されていた、プレマシーの乗り心地やドライバビリティですが、もし、それらの評価の通りなら、これはなくなる前に乗っておかなければ損だと思い、カーシェアリングでこの車をお借りしました。レンタカーと異なり、カーシェアでは車の扱いが雑で、至るところに傷がついていたりと、ちょっとだけ車がかわいそうだなという気持ちになりました。傷のチェックがない、カーシェアリングとはいえ、もし車に傷をつけてしまったら、きちんと会社に申告しましょう。デザインを見ていきます。全体的に、およそ特徴的と言ってもいいデザインでしょう。フロントグリルは、にっこりとした口に見えますし、鋭いヘッドライトは、先代のアクセラあたりと似ているデザインです。グリルのど真ん中に、ナンバープレートを持ってくるのも、現在のアクセラあたりと同じです。横から見ても、波打つようなプレスラインが多く、現在のマツダ車のような、肉厚でボリューミーな印象とは、ちょっと異なっており、一世代前の車であるような印象は、正直拭えないかなと思います。後ろ側も、刃物のようなテールランプなど、やはり全体的にスポーティーな印象があります。室内空間確保のために、背の高いミニバンが多くなっていく中、国産のミニバンで、ここまでスポーティーに振っているものも、珍しいと言えるかもしれません。タイヤは、今回乗車した車では、ダンロップの、エナセーブが装着されていました。ホイールは15インチです。スポーティーとはいえ、3列シートのミニバンで、エコタイヤとなると、乗り心地やドライバビリティが、ちょっとだけ不安になります。ちなみに、新車装着時もこのタイヤのようです。内装を見ていきますが、その前に気になるのは、カーシェア用の車ということもあって、床などの汚れがひどいです。お見苦しいかと思いますが、どうかご容赦ください。ハイグレードということもあるでしょうが、さすがに、現在の、センスの良くなってしまったマツダの内装には、かなわない印象です。フロントシートは、現在のマツダ車と、意外なほど座り心地が似ており、柔らかくも、ホールド感があり、長い間座っていても、疲れないなと感じます。ハンドルは、デザイン的には古さを感じますし、また、握り心地もあまりいいとは言えません。インパネ周りは、曲線の造形が多く、現在のトヨタのように、デザインコンシャスなイメージです。また、パーキングブレーキがハンドブレーキタイプなのは、好感が持てます。助手席側の収納スペースは、グローブボックスのみで、トヨタのシエンタほど、空間を有効活用できていない印象です。気にする人は気にするらしいですが、個人的にはこれで十分だと思います。2列目のシートに座ってみます。真ん中の席は、あくまで緊急用のシートのようで、スペース的にも、座り心地的にも、ちょっと厳しいかなと思います。身長176センチメートルある私が、適切なドライビングポジションを取った状態では、足元にはかなり余裕があります。スポーティーなイメージとは裏腹に、2列目でもかなり開放的で明るく、大人数での外出が楽しそうです。3列目に座ってみます。2列目シートは、ワンタッチでスライドでき、アクセスはしやすいです。ただ、2列目を先ほどの状態に合わせると、若干窮屈に感じます。前後の窮屈さは、2列目の人に、スペースを譲ってもらえればなんとかなりますが、膝の位置が高くなってしまうほか、座高の高い私にとっては、ヘッドクリアランスの不足が気になりました。2列目のシートベルトは、天井から生えてきており、面白いです。
ラゲッジスペースを見ていきます。3列目を使用した状態でも、日常の買い物は済ませられるかなとは思いますが、5人や6人で長期外出をするといった時には、荷物スペースに困りそうかなと思います。ご覧の通り、3列目は、簡単に収納することができます。こうすると、広大なスペースが生まれます。今回も、28インチの、かなり大きめの自転車を運びましたが、特に問題はなかったです。カードを入れてください。エンジンは、直列4気筒の DOHC2000cc の自然吸気で、最高出力139馬力、最大トルク 17.8kg です。このエンジンのほか、PEVPS 型の、スカイアクティブエンジンを搭載したモデルがあります。スペック的にも燃費的にも、スカイアクティブの方が有利なので、よっぽどのことがない限り、少し高いですが、スカイアクティブを選んだ方がいいかと思います。ただし、スカイアクティブエンジン搭載車には、四輪駆動の設定がありません。の質感は、ミニバンにしては悪くないと思いますし、クラクションは、少し前の高級車のような音で、質感が高いです。それでは、かつて高く評価されていた、プレマシーの走りについて、後編でじっくり味わっていこうと思います。